はい、ヒルビール法則。今日のアウトプット。今日もマコネーと一緒にダイエットの勉強していきましょう。このポッドキャストでは、日本ダイエット健康協会の、えー、と公認インストラクターを目指しているマコネーが普段勉強しているテキストをもとに、えーと、皆さんにね、今まで勉強してきたことをシェアする内容で進めていきます。でこのテキストはですね、 えっと、各章にそれぞれね、いくつか項目があって、その項目ごとに問題をて、問題が出てるんですね。その問題を答えながら内容を理解していくっていう仕組みになってます。今日はですね、第6章だったかな。あれ何章だったっけえー、っとね。えー、っと、そう、第6章。代謝とリバウンドの基礎知識ということで、えー、っと、問題27をやって、 いきますでは早速その今日の問題を確認しましょう今日の問題は基礎代謝とは生命維持に必要な最低限度のエネルギー量である○丸かツかうーんこれですねこれですねなかなかのなかなかの問題ですよ <laughs> さあ早速やっていきましょう本日のテーマは えっと、イカ作用における代謝の種類ということで、まあ、イカ作用っていうのは、まあ先、先週じゃなくて昨日やったところですね。はい。まあ、要するにイカ作業って、排便や汗及び二酸化炭素などの老廃物の放出や、体内で使われたエネルギーによってできた耐熱を放出。まあ、要するに消費カロリーのことを、えっ、ー、と、イカ作用って言います。 はい。で、イカ細胞にも、まあ、いろいろ、いくつか種類があるんですが、まあ、それを一つずつ見ていきましょう。はい。まあ、代表的なのは基礎代謝ですよね。まあ、基礎代謝はね、みんな聞き覚えあると思うんですが、まあ、基礎代謝っていうと、一般的に生命時に必要最、生命時に最低必要なエネルギーの代謝量というふうにまあ認識されてるのが、まあ、一般的なような気がしますが、 ただ、医学的にはちょっと違ってて、えっ、ー、と、基礎代謝とは正確に表現するならばね、えっ、ー、と、空腹時、空腹時、うん、まあ、食後12から15時間経過後に、20度の室内で静かに横にな,なり目覚めている状態のエネルギー代謝なんです。<laughs> まあこれ16時間断食も、まあ、ここら辺が関係してきてるのかもしれませんね。そう、ちょうど15時間。 以降15時間経過後みたいいなこと書いてありますからね、うん、要するに、まあ、あの、12時間から15時間減って、お腹ペコペコの時に、えっと、20度死のね、あったかい、まあ、普通の温度ですわね。<laughs> の中でよ、静かに横になって、目、目が開いてるというか、まあ、目覚めてる状態。横になってじっとしたるい状態が、まあ、基礎代謝って言います。はい。 だからね、まあ、最低限といえば最低限だけど、最低限じゃないっちゃ最低限じゃないですよね。そう、ここのニュアンスがなかなか、あの、その時、その時で、ね、またちょっと変わってくるところだと思います。でですね、では、あれんアイスさんが動かない。いった。あいつ言ってた。寄贈代謝とは対照的に、 えっと、就寝中、寝てる最中はね、睡眠時代謝と言います。はい。まあ、基礎代謝と違って、睡眠時代謝と言うんですけど、まあ、睡眠代謝、睡眠時代謝の場合は、消費エネルギー量が基礎代謝のおよそ8割ぐらいになります。まあ、でも寝ててもしっかり代謝するんですが、まあ100、100%じゃなく、まあ、起きてる時に比べれば、えっ、ー、と、8割程度の代謝になります。まあ、代謝にはね、 他にはいくつもう何種類か種類があって、まあそれをちょっと見ていきましょう。まあ他に代謝にもね、いろいろありまして、えー、っと、基礎代謝の状態で、まあね、あの、えー、っと、12時間、十二時間から15時間経ってお腹ペコペコの状態で目むめてる状態が、目がむめてなくてじっとして横たわって、じっとしてる状態が基礎代謝で、まあそのと状態から起き上がって、 まあ在座,座った状態になって動かない状態の時に安静代謝って言います。<laughs> まあ座ってるのと横になってるのでそんなに違うのかとは思いますけどね。はい。で、えっ、ー、とですね。じゃあさらに立ち上がって少し動く時を活動代謝って言います。はい。まあ歩く程度ですよね。ここまで来るとやっぱちょっと活動代謝ってぐらいだからちょっと代謝量がまた違ってくるんでしょうね。 で、さらに、えっと、運動している状態を運動代謝って言います。はい。でもね、代謝はこれだけじゃなくて、もっと重要なものがあるんですよ。はい。それが次です。それがですね、食事誘導性耐熱酸性っていうやつで、まあ、いわゆる DIT っていうやつなんですが、まあ、DIT っていうのもなかなか聞き慣れない言葉ではあるんですけど、私は覚えてますよ。 一番最初に、えっ、ー、と、日本ダイエット健康協会の資格試験を受けたときに、まあ、生活アドバイザーの資格を取った2級の試験で、DIT とは何かっていう問題が、書き問題で出たのを覚えてますよ。<laughs> こんなね、あの、太い字でもなくて、普通にさらっと細い字で書いてあるところに、さっと書いてある DIT は何かなんて書かれた日にはね、答えらんねんって何とか思いながら、なんだその君たちそんなテキストを書いてあったっけなんて思ったのを覚えてます。 ち,ま、ちなみに DIT っていうのは、食事をとったとき、そう、食事をとったときにああ、消化、消化発酵吸収の過程の中でエネルギーを発散するわけですよ。まあ、あの、食熱ってやつですよね。うん。まあ、ご飯食べた後とか、体ポカポカする。そう。それがまさに DIT。 この食事誘導性耐熱賛成っていうものなんですね。まあ、これは、まあ、あの、これから受ける人。<laughs> もしね、これをポッドキャストを聞いて、あの、これから受けるって人がいたら、ここ要注意ですよ。<laughs> 狙われてるかもしれない。で、えっ、ー、と、今日の問題を振り返ると、今日の問題は基礎代謝とは生命維持に必要な最低限度の エネルギー量である。丸か×か。イエスかノーか。<laughs> これね、あのーうんと、テキストの方は丸か×か。丸それとも。 まそれともツ？って書いてあるんだけど、私の方はね、イエスかノーかに切り替えて書いてあります。まあ、ここはね、ちょっと物議をかもし出すんですが、答えは三角です。<laughs> 私のテキストにイエスかノーかしかないのに三角はないっていうのね。<laughs> ごめんなさいね。イエスのの他に三角をどう書こうかと思ったんだけど、もう書けなかったね、もう三角で許して。<laughs> ね、正確には空腹時に20度の室温で安静状態の代謝量を指すが、この段階を生命位置のために最低限、最低状態とみなすこともある。うん。でもまあ、ね、お腹ぺこぺこで横になってるから、まあ最低状態と言われば最低状態だし、まあそうじゃないっちゃそうじゃない。まあその微妙なところだから三角ってことなんですね。 はい。まあ、そんだけでなんかね、わかりますよ。なんか、ちょっと着点としない感じが残りますよね。わかります。私も。なんか、これ別の問題の書き方もあったんではないかと思うんだけどな。うん。<laughs> まあ、そんだけで、えっ、ー、と、今日の問題はここまでになりますが、明日の問題はというと、明日の問題はというと、えっ、ー、と、基礎代謝が最も活発な季節は、暑くて汗が出る夏である。 Yes か、No か。これはね、これはね、あのー、知る人ぞ知ってるみたいな感じなんですが、まあ、未だにね、よく勘違いされてる方、たくさんいらっしゃいます。私も、あのー、これから、暑い夏だから、まあ、ダイエットにはちょうどいいね、なんてよく言われますが、えー、えー、えー、マジかよとか思って聞いてます。まあ、そんなわけで、明日は、えっ、ー、と、みんながね、あの、割合と勘違いしがちな、このお題を、 えとやっはい最後になりますがこのねポッドキャストは、まあ、アウトプットのポッドキャストなんですけども、まあ、なぜねわざわざアウトプットをしてるかっていうとやっぱり、えっと、自分で学んだことを相手に伝えることでようやく自分の中にしっかり、えっと、吸収していけるっと っていうのがアウトプットとその可能性とその重要性だと思うんですよ。まあ、それでね、えっ、ー、と、ポッドキャストを通して皆さんに、皆さんにもダイエットにのことをもっとね、知識から学んでほしいっていう気持ちと、私自身も、えっ、ー、と、次のね、資格試験が、えっ、ー、と、7月3日だったかな。 はい。4月3日に向けて、えっ、ー、と、自分の学びをしっかりもう一回確認して定着させるために、このようなポッドキャストをやらせていただいています、まあ。そんなわけでですね。えっ、ー、と、今日もここまでになりますが、また明日もぜひ、えっ、ー、と、お昼の12時に配信いたしますので、楽しみにお待ちください。まあ、だんだんとね、ちょっとね、あの、うんと、 明日の内容はまあまあまあなんか日常的な感じなんですけども、えー、とその先になると今度リバウンドの基礎,基礎とかね、本当はちょっとあの、専門的だけども、あの、しっかり抑えとかないとダイエットの重要なポイントなんかをえとやっていく予定です。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。また明日。バイバイ。まこねーでした。